全朝鮮諸政党社会団体代表者連席会議、または南北連席会議は南朝鮮のみの単独政府樹立に反対する南北の政党、社会団体代表が5.10単独選挙を阻止する統一民主国家樹立のために対策を論議した会談を言う。1948年4月19日から始められたこの会議は緊急、緊急職及び緊日政、 金捧ぐと等しい南北の名望家が多数三席してその初期の目的を成し遂げようとしたものの結局あまり成果もなく終了した。この後朝鮮民主主義人民共和国政権の樹立に利用されたとの評価とたとえ失敗に終わったとしても統一運動の指針を提供しながら朝鮮人民の統一の意思を発散させることと解釈する見解が存在している。 民族自主連盟の党首近継職米祖共同委員会の決裂以後米国の朝鮮半島政策が中道派中心の南北統一政府樹立法案から離承判及び韓国民主党中心の南朝鮮単独政府樹立に入れ替わり朝鮮半島問題が米国が主導する国際連合に関される南朝鮮のみの単独政府樹立の可能性が高まった これに左右が施策運動を主導した。金畿職は、道運協の政就後、民主同盟、新進党、社会民主党など中道派勢力を休合して、民族の自主路線を標榜する民族自主連盟を結成した。近畿もまた新宅統治反対運動を一緒に行う、よう李昌番勢力及び、韓国民主党などが樹立を主張する一方で1947年12月2日に、 発生した超特集の暗殺事件の背後で緊急が注目された。緊急は自身が法廷に立たないと李商番の助けを要請すると李商番は拒絶した。李商番は超特集暗殺事件で危機を処理する国民会議を放置して反民党と連帯して独自に韓国民族代表団を構成して緊急は大いに行き通った。 1947年12月22日緊急は単独政府絶対反対と韓国民族代表団の解散を主張した。李承万と緊急の互いの非難に反民党は政治的に良いように利用していた。緊急はこれと決別して再び緊急職と行動する路線を共にした。1948年1月8日総選挙問題を論議するために 国際連合韓国臨時委員番が入国した。1月26日、27日の両日、韓国臨時委員番と緊急、金急職、李商番の間で開かれた会談の場で緊急は、米ソ両軍撤退南北、要人会談総選挙という順序で政府樹立の3段階の法案を提示した。2月4日には、北の金日政、金笹組、 南北洋人会談を定義する初心を送った。また1948年1月8日には、総選挙問題論議のために、朝鮮に入国した国際連合韓国臨時委員団に南北協商法案を提示する一方、2月10日には南朝鮮のみの単独政府受立を反対する声明を発表した後、3月8日再び南北協商を定義した。これに、近日成。 金笹具は3月25日自身が属する北朝鮮民主主義民族統一戦線の名義で受諾の返事をした。金日成、金建松らは声明書を通じて、平壌放送を通じて朝鮮の政治の現状に関して意見を交換し、南朝鮮単独政府樹立を前提とする国連総会の総選挙決定に反対するための対策を樹立する一方、 朝鮮の統一と民主主義に実脚する統一政府の樹立に関する対策などを討議するために朝鮮の統一的自主独立のために全朝鮮政党社会団体代表者連席会議を開催すると発表した。しかしすでに金日政と金建松らは事実上の議会に等しい機能を持つ団体最高人民会議を構成している状態であった。 これから5日後の3月30日には北朝鮮、労働党をはじめとする北の9個の政党、団体の名義で南の韓国独立党などすべての政党、社会団体に全朝鮮諸政党社会団体代表者連席会議、開催を定義する所信を送るに至った。このように北朝鮮が緊急、緊急職の会談定義を受諾したのに、 韓国民主党を除く南朝鮮のすべての政党、社会団体は即刻支持と積極的な参加を表明して4月19日平壌で全朝鮮諸政党社会団体代表者連席会議が開催された。4月19日から平壌のボタンミネ劇場での連席会議で南朝鮮の41個の政党、社会団体と北朝鮮の15個の政党、 社会団体から選出された六百九十五名の代表者が参拝するのだが、これは当時南北をすべての左、右勢力の大部分を網羅していた。実際に南朝鮮からは、南朝鮮労働党、近道人民党など左翼系列の政党だけでなく、韓国独立党、民族自主連盟など右翼系列の政党も参加しただけではなく、僕県営、白、南雲、 緊急、緊急職、長祖上がるなどの有名人などの左翼及び右翼も三席、た。会議が試みられた19日には、連席会議を導いてゆく、主席団選挙、祝文、祝伝の紹介があり、20日には、9回、21日は、近日生の北朝鮮政治情勢報告を試みて、白、名雲、僕県への南朝鮮情勢報告を行い、 22日の討論では国際連合韓国臨時委員団の単独選挙実施を休断して5.10。単独選挙の実施を阻止することはもちろん南北、すべてから外国軍が直ちに撤収することに身を捧げると発表した。この討論を基礎に会議の最終日の23日、南北の代表者は軍団を阻止するために各政党。 社会団体の具体的な行動統一を規定する南朝鮮分断団定反対闘争対策に関する協定書と朝鮮人民が自己の意のままに民主的選挙を実施して統一民主国家を創設する手法があるゆえに米ソ両国軍が同時に朝鮮半島から撤収することを公式に要求する米ソ両軍政府に送る全朝鮮政党社会団体連席会議要請書と 共に、南朝鮮同胞に関する決定書、全朝鮮同胞に激するなどが、満場一致で採択された。連席会議が終わる4月26日から30日の間には、近景職が北を訪れる直前に提案した、独裁政権敗撃、総選挙実施、戦争防止法案準備など5項目を重点的に処理する全朝鮮諸政党社会団体指導者協議会が、 行われた。この15人指導者協議会には、南の緊急、金景職、長祖、上がる、長急、高位の地期、金友深氏理活路、厳久氏師匠、巨剣、僕剣営、白南本北の金日生、金、笹具、蔡衣竿県朱安氏川が集まった。一方これとともに緊急と、金景職の要請で、緊急、金景職、金日生、 金笹具の四金階段、金継職と金日成の両金階段も行われた。しかし重要な話は論議されることはなく、ここから金球と金継職は、ただ1、南朝鮮に対する送電継続、2、四べく水陸組合の解放、3、相番職の越覧を認めることなどを金日成に匹敵し、金日成は1項目と2項目は受諾したが、3項目は、 意見があり、合意を得ることはできなかった。そうすると4月30日、全朝鮮諸政党社会団体指導者協議会の名義で共同声明書が発表された。共同声明書には1、外国軍の即時撤退、2、外国軍の撤退後内戦が発生することのないことの確認、3、全朝鮮政治会議所終想選挙により、立法機関の誕生憲法制定と、 統一政府樹立の4段階統一政府構成案、4、南朝鮮単独選挙絶対反対などの4項目が盛り込まれた。しかし2項目目と3項目目は北朝鮮では同意の得ることのない内容であった。このように協商過程で、北は一方的な態度を見せ、南の人種の反発はひどかった。民族自主連盟の近景職は、 病気を口実に4近会談にのみ参加し、会議に参加することはなく、連席会議中参加した、長健賞、両和弘らは、議事決定過程に問題があると抗議することもあった。長健賞は、連席会議中、我が同胞は、共産主義をいただく術はない。我々が、勤労人民党運動をすることは、共産社会を組織することがない平等の理念で、 穏やかに生きるところがあると主張したことを問題とすることは北朝鮮によって一時軟禁されることになった。朝健賞は緊急・緊急職が出発してから15日後にソウルに戻ることになった。これも彼と親分がいた朝鮮労働党委員長、行位の地金近笹ぐのおかげであった。ありがとうございます。